携帯電話やスマートフォンの普及により、場所を問わず常に誰かが何かを撮影している現代、その携帯動画には撮影者の意図しないものが映ってしまうことがある。これからご覧いただく動画の数々、そこには日常に潜む資料、音量のうごめきが映し出されている。怖すぎる携帯動画絶叫投稿13連発第4弾。あなたが撮影した動画にも何かが映っているのかもしれない。